軍人シリーズです帝国陸海軍男たちの群像今回は海軍三馬ガラスと呼ばれ米内光政山本五十六とともに海軍を動かしていった井上重義取り上げましょう田中先生よろしくお願いしますはいいよろししくお願いします井上重義さんといえばさっきお話した米内山本と組んで平和主義者 だったように言われ戦後も結構人の口に登ることが多かったお方なんですけど人前にはほとんど戦後は出なかったようですね。うんそうですね。まあ英語の先生やってたっていう話ですね。うん、実は私はその英語の先生やってはいるんですけど自分の語学の師匠みたいに思ってる人がこの井上茂吉と高野長英とえっと。えーと というそういうふうに自分で勝手に思ってるんですが。<laughs> そうなんですね。はい。うん、はい、失礼しました。さて、この井上さんなんですけど、岩手の人でしょうか。いや、えっと、宮城ですね。東北の人ですね。そうですね。はい。で、海軍兵学校。兵学校ですね。え、37期ですね。ですから、一級上に南雲中一さんがいらっしゃって。はい そのもう一級上の三十五期に近藤信武さんがいらっしゃって。はい,はいはいはい、はいそうか。はいで、同期には小沢地三郎。はい。そして一級下には栗田武夫っていう、なんかこういう、はい、あの、なんか面々っていうか、あの、やっぱり戦争の頃にあの勝まあ出てきますよねはい人たちですよね。はい、<で>この三十七期って知ってます結構有名な一番の。あ、知らないです。あのね、これ、卒業すると、 うん、みんな勝利になるじゃないですか、はい、あの基本的にはところが、うん、このね海兵37期って179名卒業生がいるんですけど、うん、うち卒業の段階で勝利になれたのは137名なんですよ、えー、で残りは簡単に言うと3か月後に勝利に遅れてなってるんですよ遅れてはいっていう、まあ、実は有名な話があって、うん、最初は お金がないからって言われたんですよ。はい。国家予算がの都合で、まあこの当時これ1910年とかなんで、まあ日露戦争後でまあ財政が苦しい時期であったことは明らかなんだけど、これ実はですね、一応その国家予算の都合によりっていう説明はですね、これ対面で実はこの海兵37機の候補船はあんまり出来が良くないぞっていう。ああ<ー>。特にその下の方の。 まあ成績順位下の人たちは、まあ、簡単に言えば成績、勤務ともに不良で、うん、要は彼らに反省を流さなきゃいけないみたいな話があって、うん、でそれでその下の方の、要は約4分の1ぐらいの人たちは、まあ言んですか、その、勝利、任官が遅れたっていう、結構これね、有名な話なんですけど、そういうふうに言ってみちなみに、誤解ないんですが、井上茂雄氏は、えーとうん、卒業席時は2番なので。あ 関係なかったわけです、ね、まあ関係ないですもちろんね、むしろ優等組ですよね。であの、海大にも行ってるんですよね。海大も行ってますね。で、1910年に海兵卒業ってことは、第一次世界大戦に従軍してるわけでもないし、う,ん、うんと、戦艦機になってきますよね。 井上さんがそうですね、えーねはい、1913年の9月に、えー、と彼、比叡に乗れって言われてるんで、比叡は多分戦争には参加してないんじゃないかな、第一次世界大戦は。うん、輸送とか警戒任務だと思うんで、でもそれでもその輸送か警戒かはともかく、比叡に乗って外用行ってるわけですね、うん、行ってます、行ってます。うん、はい、うん 当時あの、比叡っていうのは、混合級の戦艦として、日本があの一番頼みにしていた戦艦ですから、やっぱそこに乗れって言われたっていうのは、やっぱり、あの植されていたんでしょうねそうですね、やっぱり、えっと、比叡って、土級戦艦ですよね、多分、うん、ちょうど級ではなくて、土級戦艦だと思うんですけど、うんまあ、当時としてはまあやっぱり最先端なんで、まあ、やっぱこのあれですよね、海兵の年次なんでしょうね、結局、その2番っていう、その、うん、ね、ところがあると思うんですけどね。はい でその後、えっとなんか、井上さんっていうと、軍政というそういうイメージがあるんですけど、どううなんでしょうか、ね、1910年代は、さすがにいろいろ載ってますけど、前半は。はいはい、であと、海軍砲術学校とかにも結構、普通科学生として行ってて。うん まあ今回、井上重義やるんでま、またいろいろ調べて読んでたんですけど、あれなんですね、山本五十六って先生なんですね、この海軍法術学校で、自分、井上が学んでた時の先生だったみたいですね。あ山本32期ですから、5級上で、うん、ですから、先生っていうか、当時の陸海軍ってなんか、ちょっと兄貴みたいな感じで、あなるほど、徒弟みたいな感じか。そんな感じでしょうね、おそらくね。うん、我々が思い浮かべる、教団に立ってなんかしてくる先生というよりは、 むしろなんかというそういう感じがいたします、ね。なるほどなるほど。話を元に戻しますと、1916、えー、年かの年末から海軍学校大学校に行ってますね、はいで。それが一応ある程度終わった後に1918年からスイスの駐在武官で行ってます。はい。うん でその後1920年に第一次世界大戦の後のそのドイツの、えー、と武装解除ですね、あのドイツで軍備制限がかけられることになるのはご存知だと思うんですけど、はい、その武装解除の仕事に、実はイギリス、フランス、イタリアの国などと一緒に実は従事してて、うん、はいでなんかここで本人、ドイツ語がすげえ上達したとか、あとフランスの。 駐在もしたいとかって言って、でも、まあ、彼結局ね、成績がいいですから、1921年9月から今度フランス駐在っていう形で、で、フランス語の結構トレーニングも受けて、で、一応その彼の報告書をですね、その海軍時間に当てた報告書によると、フランス語は読み書き会はいずれも支障ないレベルに達したっていうふうには書いてありますね。う井上さん 英語、フランス語、ドイツ語あたりは割と自由に使える、そんな海軍軍人だったってことですね。そうで、すねフランスから最終的に22年に帰国するんですけども、帰国する際にアメリカ経由、つまり大西洋経由で帰ってきてますんで、うん、実はアメリカ見て帰ってきてますねね大事なななこことでで、ね、ですすすよよそううんんんだかからやっぱりこのなんていうんですかね。 年次が上ってなるとこう結局駐在の期間を与えられたりするわけじゃないですか陸軍だとこう永田哲さんとか武藤明とかみんな視察に行ってますよねうん、うん、東条英樹なんかもそうですけどこの時にに希望を言えばアメリカに行けるんですようん、うん、だからやっぱりそのアメリカに行ったことがあるかどうかっていうのをなんかその運っていうよりもなんかその本人が希望すれば行けたんだぞっていうところは。 やっぱりその石原幹事なんかがいかにやっぱ気上の空論を唱えてたかっていうところが、まあ、やっぱり僕なんかはその石原ってやっぱ評価が分かれるところがあると思うんですけど、僕ってやっぱりその石原を100%肯定的に言わないのは、いや、アメリカ見てねえのに最終戦論、アメリカと戦争になるなんて言うなよっていうところはあるんですよね、やっぱねあれは見てたら最終戦論言えなくなってたんじゃないかと思うんですけどね、僕はね。それが20年代 アメリカも見た、はい、そして帰ってきた後は、どうだったんでしょうか。はい、で帰ってきた後はですね今度、まあ、海軍の軍令部とかに出資をしてるんですけども、はい、でこの海軍の軍令部を経て、で今度ね、1927年の、まあ、その軍令部出資が10月なんですけど、11月に今度、イタリアの大使館の今度また海軍駐在部官で、今度だからイタリアに行くっていう。うんうん やっぱ国際感覚はありそうですよね、この経歴から見ると、うん、だから語学もできるし、でまあ、成績は優秀でヨーロッパも見てるんでっていうところが、多分ん変われたと思うんですけど、あの奥さんですね、はい、このイタリア駐在時に、奥さんが肺結核が悪化したんで、はい、29年の11月に、まあ、一応そのはあの、妻の看護が必要ということをもう、上申して、えーと、帰国してます。うん でその後はまは基本、えー、と30年から、えー、と海軍大学校の教官で、まあ、それをやりつつ、まあ、妻の療養をかなり優先したっていう形になるんですけど、えー、と奥さんはちなみにまあ32年の、えー、10月1一月かに、えー、と37歳で病没してますだからちょっと早いですよねやっぱこの時代としてはねで井上茂さんっていえば海 軍兵学校の校長っていうのがなんかよく聞く話なんですがはい、それはあの、あれですね、戦争中ですね。あそれはもう戦争中のことですね。海軍兵学校の校長だったのがね、<あ>42年の10月からですね。まあ結構有名な話ですよね。一、は、回、い、江田島の,あの今、海上自衛隊の基地になってるんですが、はいはい、そこには昔の海兵の資料館もあるっていうんで。 やっぱりそこの,あの案内してくれた人は井上さんがあのここの海兵の校長だったってことをわと誇らしげに語ってらっしゃったのを記憶しておりますなんかね結構そのなんだろうその教育の背景をこう変えたりとか、うん、であとはなんか結構やっぱ校長としては結構人気があったみたいでなんかこうまあそれが多分なんか残ってるんじゃないですかね。 英語をなんか最後までっと勉強させたとか、適正語だから勉強しなくていいみたいなバカなこと言う、陸軍と比べて、敵の言葉だからこそやらなきゃいけないんだとか、うん、あるいは海軍兵学校には、あのこれまでの歴代校長の名前が、あお写真がずらーっと並んでたらしいんだけど、うん、半分ぐらいは国族だみたいなことを <laughs> 言ってたてかの <laughs> まあ、僕は信頼だみたいな。はい、あの残っております話。井上茂吉なら言ってそうな気はしますね。はい。うん まあそれ戦争の,の終わり頃ってことは、ちょっと前に戻しますと、はい、であの30年代は、井上さんはあの軍勢だったんでしょうかそうですね、30年代はね、えー、とね非軍務局の課長とかをやって。 出るんで、まあ、これは軍政で,で、まずこの軍務局の第一課長だった時に、まあ、例の,あの話ですよ、33年の軍令部条例並びに、勝負事務五章、えー、規定改定案という、あの軍令部の権限を強化するっていう、あのまあ、大隅人事ですよね、要は。で、その伏見宮の意向っていうやつなんですけど、これに、まあ、要はもうかなり強く反対して、もうはっきり言いやもう左遷直前まで出ますね。軍軍政が軍令の いうううことを聞くよよになっっったら国は滅びるって言ったようですだから、一つ運用を誤れば、政府の所管である予算や人事に軍令部が過度に介入する懸念がある、海軍大臣としてそれを回避する初心はどうかって、これ昭和天皇の言葉なんですけど、うん、これを同じことを井上が言ってますあ。昭和天皇もちゃんと分かってらっしゃるじゃないですかあ昭和天皇はこれあの、大隅が持ってきて、こう、採火するときに、まあ、採火するんですよ。もちろん、うん、昭和天皇は採火しますけど、うん まあそういうことを言ってるっていう。で、うん、これが、井上が絶対に認めんと、うん。で、これ認めるぐらいだったら辞職願い出すとまで言って、相当抵抗して、うん、そこに南雲中一、一級上のそいつが乗り,乗り込んできて、お前なんかこの担当一本で殺せるんだとか、殺せるぞとかって、なんかどなたという、の後の,あの老帝徳のイメージから考えられない、なんか無茶ぶりやってるっていう話を聞きました。うん 丁寧に言いますと,、えっと、軍務局の第一課長ですから、まあ、井上は海軍省を代表する立場、うん、で、はいえ、当時の南雲中一がです、ね、これ、軍令部の第二課長、うん、なので、まあ、軍令を代表する、だから南雲の側としては、この、まあ、いわゆる規定改定案を実現させたい、まあ、要は軍令部の力が強くなりますからね、でそれに対して、まあ、井上はこれは絶対に認められないと、南雲は井上のことを何度も殺すぞ殺すぞとまあ脅迫した。 で井上はこの時衣装を残してます、うん、で娘に関しては借金はどこに,ないどこにもないからで高等女学校ぐらいは卒業させてあげてくれとで,できればこう海軍士官の嫁にしてくれみたいなことをこれ実は執務室に入れてたんですけど。うんうんうん この改定案に関しては、これ、決裁権限者が海軍大臣にあるんで、結局、これ、主幹の課長が井上なんですよ。ってことは、これ、井上が決裁しない限り上に行かないんですよね。うん、そうで、すよね、うん、でそれに関して、彼が最後まで立てついたっていうことですよねただし、その、張本人の福島宮も、井上をこのままさせさせるのはやめろみたいな、ちょっと。 あの,度量の広いところも見せたという、そんな話も伝わってます、ね、そうですね、えー、と最終的にこう改定案にまあ同意をしろと、まあ、いうことをこう強くまあ言って、けどそれでも井上は拒否し、最終的には軍服を脱いで、じゃあもうやめますと。 要は予備役入りしますと、うん、でその混乱させた責任も取りますというふうに言って、うん、自宅にこれ、帰ってるんですよ、実は。うん、で、まあ、最終的にその、まあ、この時海軍次官が、えー、と藤田久ね、うん、が結局、説得したんだけど、それでも拒否っていう形で、まあ、最終的に海軍大臣のも直の決裁ですね、大隅の決裁でこれ、OK になるんですけど、えー、となった直後に、まあ、先ほどおっしゃったこう伏見宮が、まあ、要は予備役にするのはやめろと。うん これ横須賀守府付きっていうのに一旦なってるんで、はい、まあだからこれ、多分予備役になってもおかしくなかったんですけど、うん、その後ですね、これ、比叡の館長に実はなってて、うんで、この比叡の館長になったのが、おそらく伏見宮の、まあ、口利きだったんじゃないかっていうことですね。うん、だから伏見宮も、まあ、抵抗している井上の気持ちもわからないわけではないぐらいなものだったんでしょうか。うん まあだから結局、あのこれって、まあ、なんていうんですかね、官僚の仕事を考える上での一つ重要なことだと思うんですけど、そのポジショントークをやっぱりしなきゃいけないっていうところですよね、うん、だから海軍省の権限を削るようなものに賛成はできないぞっていうところはやっぱあるわけですよね。というんうん、ことは、井上さんとしては信念でもあるけれど、立場上やっぱりできなかったってことですね、そ,のそうですね、まあ、やっぱりその立場を結構重視したっていうところは抑えておきたいかな。うんはい でやがて日本とアメリカの関係が30年代の後半にどんどん悪くなっていって、そして海軍として三国同盟に組織的に反対したという証拠はないというふうに田中先生おっしゃるんですが。うんはい、じゃあちょっとここら辺を彼の経歴さばきながら見ていきますと、えっと、彼35年からですね横須賀鎮守府の参謀長。 に、まあはい、なるんで,す、ねうん、でその彼がその参謀長として横須賀鎮事婦に赴任した直後に。 米内光政が横須賀の陳述の司令長官として着任するんですね。で、ここで、えー、と井上と米内の関係がまずできるっていうことですね。うん、で、特にこの時に大事なのは、この35年、これ年末に米内が、えー、赴任してくるんですけど、その直後に226事件ですね、36年の2月26日、226事件が起こっていて、米、はいまあ、内はこの時その井上に対して、いつでもその、なんて言うんでしょう、その横須賀から東京に、 軍をこう向けられるように準備しといてくれっていうようなことを、これ、226が起こる前に実は言ってたんですけど、まあ、井上がそれをきちんとこう、なんていうんですかね、準備をしていたんで、これ、実際に226の時もですねこれ、すぐ出せるような状態になってたことを、まあ、与内としてはかなり高く評価ましたという、だからそこが、なんていうんですかね、その、この後ずっと続く、その与内、井上のまあ、よく言われるね、その結びつきっていうことになりますよね。はい やがてその米内さんもあの海軍大臣になりそしてあの組閣もするまでになりますが結局三国同盟は止められなかったし海軍、はい、戦争も止められませんでしたねはいえっと夢ラジオさんが最初にその海軍省のサンバガラスみたいな言い方をこうされたと思うんですけれども、うんはい、あれっていつ言われたかっていう話が大事なんですよ、はい、というのはえっと1937年10月にですね井上が 海軍の軍務局長に、まあ、就任するんですけど、この時海軍大臣が与内光政で、でねうん、海軍次官が山本五十六なんですね。で、これ37年10月ですので、えっと、内閣は近衛文麿丸一内閣になるんです。で、この後その近衛文麿丸丸一内閣っていうのが、まあ、簡単に言うとこう39年の1月に総辞職することになるんですけど、その結局、なんで総辞職するかって言ったときに、 三国同盟問題っていう、うん、その日独位の防協協定を三国同盟にするしないの話っていうので、まあ、揉めるっていう話は、まあ、結構有名な話なんですけれども、その時にこの三人は反対してるんです。うん、で、この時に反対することと、40年に日独位三国同盟が締結される時に反対することは、またこれ別の意味合いなんですよね。えーはいで そのこれは前に山本五十六の話を何回かさせていただいていると思うんですけれども、うん、山本五十六もその40年の三国同盟締結に反対したかと言われると、点ん点ていう感じなんですよその以前のさっきの1937年、38年あたりでは山本も反対していたわけですよね。そそそううでですすねねも、はいはい、だからそこの 37年、38年の時に反対してたことが、うん、例えばその40年の同盟締結の時に反対してたっていうふうに言うのは、これ飛躍なんですよやっぱり40年の同盟締結の時にそのそれちょっと前までですけど、それでも反対してたのは吉田前後さんだけだったっていうそう,そうそうです。 井上に関して言うと、まあ、39、ね、年とか40年って何やってたんですかってうと、島方面の艦隊の参謀長をやってますからね、まあ、発言権はないんですよ、<ー>そもそもが、うん、だから、よくその確かにこれ、与、まあ、内と井上っていうのは、最後、終戦工作に関わってるんで、うん、そのなんていうんですかね、あそういう与内さんとか井上さんだから、40年の三国同盟にも反対だったんですよね っていうふうに、まあ、推測するのは自由だけど、うん、なんかその強く反対してとか、あとはだからそこら辺を根拠に、いや、実は海軍省は三国同盟に反対だったんだっていうのは、信濃の官房長をやってたってことですね、じゃあその後は。はい、そうです。やがて、台米戦争勃発となってしまうのですが。はい この戦争中の井上さんの戦歴というのでは、やっぱり35海海戦ですよね。うん、そうですね。35回回戦ですね。うん、これは、我が方、空母砲将、商法商法が沈没、はい、そしてアメリカ艦隊も、レキシントンが沈没ということで、でね、けれど、なんか、井上さんが関東精神がないとか、山本に言われて、これ以上もう、 艦隊を取り上げらそうですね、うんとね、まあ、別に喋ってるから、井上の肩を持つつもりはないですけど、はい、井上はね、艦長としてあんまり有能じゃないね。あそうですか。うん、うん、やっぱり、軍政の人だなっていう感じはしますね。うん、うん。はい。やっぱり、学者っぽかったってことでしょうか。まあ、そうですね、うん、どっちかっていうとねって感じですね。 でそのその後なんですよね、だから結局、艦隊取り上げられてで、ナイツに戻ってきて、うん、そして、あの兵学校の校長とい、うん、あとねその、これね、空母2隻撃沈ってこれを、これ、確か打電しちゃってるんですよね、連合艦隊司令部に、あの確認もせずに、丁寧に。2>, <ー>2隻はこれ、沈没してないんですよ。だかからなんですか、うん、その これよく言われるのはこの35回回戦のあたりから結局その大本営発表が結構嘘っぱちになっていくみたいな話っていうのがこうよく強調されるんですけど、うんうん、その一員は作ってるかなあ、井上さんが。いやだからそういう誤,誤報をあげてますんで。うん。うん、本当は歴史にとん一つしか沈んでないのに、うん、空母2世紀激甚というふうに報道しちゃったってことでしょうか、うん、うん、そうですね。うん でえー、と井上が結局そのなんですか、撤退をしたのはその上陸作戦を、まあ、要はその援護するにはその航空兵力が不十分だっていうところですよね、うん、であとは、まあ、その井上ってその航空本部長ですよね、彼、これをやってるっていうやっぱ経験もあるんで,なんですか、どっちかっていうと空母と飛行機を大事にするっていう、そういう立場の人だったっていうのもあって、結局、そのなんだろう。 ポートモレスビー作戦をこう延期したで、それから戦火拡大を図るための追撃をやらなかったっていうところが、その先ほど言った攻撃精神の欠如、でこれは、ね、軍令部だけ、実は、ね、山本五十六だけじゃなくて、長野治十なんかも批判してるし、うん、宇垣まとめなんかも実は批判してて、であのまあ、さっき、ゆめらじょうさんがおっしゃいましたけど、これ昭和天皇が言ってるんですよ、井上は学者だから戦いはあまりうまくない。 やっぱり学者さんって言われちゃってるんで、そう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 。うん、で、あの参謀会の時にもヨークタウンは打ち漏らしてるわけですから、はい、あのただあの国攻撃はしてあの損傷させていても、あの時ヨークタウンをそれこそ追撃し沈めていればミッドウェイの戦い方もかなり変わったと思われる、ね。そうすね。多少やっぱ変わったかな。 っていう感じはしますよねもちろんその空母が全部ね、この35回回線に出てきたわけではないんで、だからエンタープライズとか、ホーネットはいなかったわけですから、うんねうん、だからその意味で言うと、ミ、まあ、ッドウェイ回線で日本がやられなかったとまで言うと言い過ぎですけど、うんまあ、少し被害が軽くなってた可能性とか、まあ、そういうことは考えられるんでね、まあ、だからちょっとその意味で言うと、うんまあ、井上は、まあ、あんまりやっぱり、だから軍勢の人っていうやっぱ感じですよね。 その後、結局その現場指揮は取り上げられちゃって、はい、で海軍兵学校で校長やってそしてなんかあのー、終戦の時にはかつての上司である与内ともう一回あのー <laughs> コンビを組ん、ね。コンビ。ですね。その時は、うん、この時は軍務局長でしたでしょうか。いやいや、えっ、ー、と、四十年の七月に、小磯国明内閣が成立したときに。世内、はい、があの現役復帰して、海軍大臣に就任して、はい、まあ副総理閣になるんですけども、はい、まあ海軍次官ですね。あ、失礼しました。軍務局長はもっと前にやってましたよね。失礼しました。海軍次官ですよね。うん、この時はね。うん、はい。で、まずここで大事なのは人事ですよ。 もう海軍次官と海軍大臣のコンビですから、もう当然これ、人事が大事になるんですけど、うん、まあ当然、島田茂太郎はもう当然鋼鉄う岡田、岡田和も鋼鉄ですよ、ね、う,んそう。うん、で、岡田圭佑ですね、この、はい、要は、与内光三政小磯国明、これ、連立内閣なんですけど、うん、あのちょっと余計な話なんですけど、<laughs> 山川の小説日本史にも、実はね、小磯国明内閣って、小磯国明と,と与内光三政の連立内閣って書いてあるんですよ。ああ じゃあちゃゃんと反映してるじゃないですかそう結構反映しててね、僕、うん、びっくりしたんですけど。うん、で、岡田圭介がまあその与那小磯国明与内井三政連立内閣のまあ盾役者じゃないですか。うん、で、岡田圭介がまあ末次信正をっていう話を言ったっていうのはまあ前に何度かお話ししたと思うんですけど、はいはい、まあこれをあの蹴ったのが井上。うん、はい。で、結局及川小四郎大先生がまだあなるんですけど。え、何人ですか ええっと、軍令部総長ですあ軍令部総長ですね、ここで及川小四郎かよとかって、個人的に結構重要な人物なんですけどね、うん、ん僕、個人的にはうーんとかって思うんですけど、でここからですね結局、井上は与内の下で、まあ、なんていうんですかね、こう陰に隠れて終戦の可能性もあるから、まあ、ちょっとそういうの準備もしてくれないかっていうようなことを、まあ、これ、すぐに。 世内に言われて、まあ、有名な高木宗吉ですよね。はい、で、彼を当てるっていうことを、井上が世内に言ってと、まあ、いうことですね。はい、で、彼は高木はですけど、病気療養扱いということで、目立たないその海軍大,大学校の研究部っていう場所で、まあ、終戦工作に当たっていくっていうことになりますね。はい、けれどそそのの世内そして井上の 終戦工作がほとんど今の目から見ならなかったような気がするんですがまあそうですね、まあやっぱり実らずっていう感じですよね。はい、まあこれはあのなんていうんですか、結局、レイテオ機械戦でですね、まあ、その海軍っていうもの自体、連合艦隊っていうもの自体がもうほぼ崩壊してるっていう状況下で、要は海軍自体の発言力が落ちてるというところですよね、そこがやっぱり大きいんで、2人の能力にその、なんていうんですかね、その終戦工作がうまくいかなかったっていうのを期すのは、 まあちょっとかわいそうかな、という感じはしますね。やっぱ、この時になっても、東条さんの声がでっかく響きですね。この昭和19年になっても、たまに陸軍省とか参謀本部に出てきてワワワ、うん、わわわっと。東条さんがなんかしゃ,しゃべるとか、あるいはあの。えーっと あアナミさんがなんかしゃべるとかっていう、やっぱり陸軍がちょっと主導でしたよね、戦、うん、の,の頃は、うん、そうですね、まあ、だからその意味でね、結局戦後も極東国際軍事裁判でどっちかっていうと、まあ、やっぱり陸軍が裁かれるっていうことになるのは、まあそういう感じではありますけどね、はいまあ、しょうがないのかなというところはありますけども戦後の井上さんは、ずっと沈黙したようですね、横須賀でうん、沈黙してたみたいですね、はい。 でめちゃくちゃ貧乏でもう周りの人が見るに見かねてあの、井上大将どうしようっていうのに言ってたら、あの、じゃあ、語でも教えるかって言ってその英語の先生やったら、それが結構評判が良かったていうふうに聞きました。うん、だからあのー 阿川博之のまあ井上重氏っていうのがまあ結構有名ですけど、はい、阿川さんってあれなんですね、あの井上さんのこれ、自宅まで行ってるんですね、いや、僕も今回ちょっと、さすがにちょっと電気なんで、全部真に受ければわけにはいかないなと思いつつも、まあ、読んだんですけど、うんうん、横須賀とは言うけど、もう本当にあれなんですね、三浦半島の一番もう奥みたいなところだから、まあ、なんていうんですか、うすかもう言い方よくないですけども、も、まあ田舎というか、うん、まあき地って言った方がいいんですか。うんうん うん、だから、横須賀から近いところかなと、えっと、思ってたんですけど、全然そうじゃなくて、うん、あの横須賀というものの、もう山の中みたいなところで、もうわざとそういうところを選んだみたいですよ、井上さんは。うん、ああ、なるほどね。はいはいはい。だから、53年に恩給が復活するじゃないですか、独立して。だから、そこまでの多分生活がかなり崩しかったんじゃないかな、うん、でそこであれですよね、英語を教えてても、 なんか月謝もほとんどなんか請求しないからその教え子の刑が結局差し入れ持ってくるみたいな感じですよね。まあ、これ結構有名な話ですよね。であとはあの娘さんあの亡くなった奥さんとの間に一人娘がいるんですけどその一人娘がね戦争未亡人になって、まあ、井上からすると孫に当たるんですけど健一っていう孫と一緒にこう身を寄せてきたんですけど。 まあ、あの実はその娘さんも肺結核で、まあ、お母さんからの多分まあちょっと遺伝みたいなところはあると思うんですけど、うん、29歳でこう48年に亡くなるっていうような、うん、まあだからちょっと結構、言い方よくないですけど、踏んだり蹴ったりみたいなところはあるのかなという。うん、で、結局、井上がすごい貧乏だったんで、この,、まあ、その井上からすると、孫にあたるその健一は結局、その、まあ、娘の嫁ぎ先である丸田家、ここでまあ育てられるってことになってっていう、結構まあ、 あのまあ、悲惨な話がありますけどね、まあ、ただあの、結構なんか、早稲田大学の教育学部をその孫は出た後に出版社で勤務したみたいで、別になんかね、それでおかしくなったとかっていうことではないみたいですけど、はい、なんか横須賀海軍の英語の放送がラジオで聞けるって言うんで、それを聞くのがもう楽しみにしてたっていう、そんな晩年だったようです。 うん、であとは、あれでしょ、なんかこの有名な話で、あの東京タイムズかなんかの新聞で、その海軍大将の井上重義がこんな貧しい生活を送ってるみたいなのが、なんか一面かなんかで報道されて、で、なんかそれをだそのいわゆる海軍の OB たちですよね、が、なんかえー、みたいな感じで、ちょっとその井上の、まあ、なんか元にこう行ったら、うん、でもうなんか栄養失調で顔色は悪いしみたいな。 でその学習塾をやってるっていうから月謝を訪ねたらまあその東京とかの学習塾の相場のもうそれこそ十分の一とかでまあ教えてたっていう話がまあありますよね。島田重太郎あたりが戦後も提督座談会だのあの戦争を語るだのなんだろうかんだのでひょいひょい出てきて発言してるのを。 を見て井上は人前に出れる立場かとかって、うん、あの一括したようですね、すね一括ったって、うんあの、島田に声は届かなかったようですが。うんあ、本当ね、まあ、島田茂太郎は、本当ね、まあ、恥知らずもいいところだなっていう感じなんですけどね、まあ、彼も、ね、あの極東国際軍事裁判でねあの、判決では3対4で無期懲役が多かったっていう立場の人間ですからね、なんかそういうので、ちょっとね、人生観が変わったりしてもおかしくないかなとか、個人的には思うんですけど、まあ、まあ、 まあ、それは言ってもしょうがないかなっていうところですけどね。53年2回世であの大量凍結してこう。入院してでえっ、ー、と。英語塾はそれでええー、と自然閉鎖っていう形になってでそのなんだろう。やっぱりその井上が結局満足な治療も受けられないんで、周りのま何て言うんですかね。その知人たちがこう。いろこうなんか救済するっていうような形で。まあ、彼は結局、これは手術も成功して助かるんですけどでそのなんだろう。 病院でその看護してもらった女性と、まあ、実は再婚するという。藤子さんという女性なんですけど。で、まあ、この女性も旦那さんと死別して、うん、まあだから井上と結婚した時に、この藤子さんというのも53歳でっていう、だから今流行りの、ね、こう熟年婚みたいな感じで、75年かな、井上が亡くなるんですけど、その前の年かなんかに、その。 身近な人に、その藤子は自分のもう看護のために結婚してくれたようなもので、もう本当に申し訳なかったっていうようなことをまあ言ってるんですね、うん。さて、井上さんなんですけど、今振り返って、やっぱり昭和天皇のお言葉じゃないですけど、あのあんまり戦はうまくなかった軍人さんって感じがしてきましたね。うん、だからまあ、その、なんていうんですか、その戦争が始まってね第4艦隊の、まあ、うん 司令官だったっていうことなんですけど、まあ、こういうのがやっぱり、なんていうのかな、僕個人的にはまあ結局、まあもちろんこの人が航空本部長とかやってたから、こういう人についたっていうことだと思うんですけど、もうちょっとやっぱ人事を考えるなっていう、その適任の人事があるだろうっていうところですよね、まあだからそこは個人的にはやっぱ強く思いますよね、で、しかも、なんていうんでしょう、その開閉で2番だったわけだから。 まあね、その武藤昭じゃないですけど、どっちかというとその中央の方で働くっていう選択肢がまあ,あったと思うんですけど、結局、だから彼の場合はその33年の,その例の一件ですよね、これがやっぱり経歴にペケがついていることはやっぱ間違いないわけで、うん、だから、それでも彼がそう最終的にこうなんだろう配軍時間とかまでやれたっていうのは、結局、まあ、世内の引きですよね。だからそそのの意味で言うとあの彼が結局その 軍務第一課長だった時にわらわら騒いで、その左遷という形で、まあ、その横須賀の鎮守府の参謀長になったことで与内と知気を得るんで、まあ、だからその意味で言うとまあ人生何があるかわからないねという、その横須賀の鎮守府にね彼が赴任してなければ与内と親しくなることもなかったとっいうことが考えられますから、まあ、そういう意味で言うとね。まあ、まああ 人間万事採用が馬というかな。けど、なんか、個人的には、やっぱこの井上修雄氏っていうのが、もう少しこう、なんていうんですかね、こう表舞台で活躍できるような、まあ、場面があったら、もうちょっとなんかいろいろ変わったんじゃないかななんて、個人的には思ったりしますけどね。先生、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。